元アフタースクール理事、活動名をパクスアに改名、ドラマ、私は道で芸能人を拾った、で本格的な女優活動スタート。写真イコールセル。LTRION エンターテインメント元アフタースクールの理事が、パクスアという名前で本格的に女優として活動を始める。CELLTRION エンターテインメントは3日、パクスアがオクサスのオリジナルドラマ、私は道で芸能人を拾った、にキャスティングされたと明らかにした。パクスアは主人公のスーパースター、カン・ジュンヒョク、ソン・フン、と同じ SB 所属の女優チン・セラ役を務める。チン・セラはカン・ジュンヒョクと共に偶然起こった事件に巻き込まれる人物で、感情の起伏は激。Cが、特有のラブリーな魅力で今回のラブコメディのムードメーカーとして活躍する予定だ。芸能界を背景にしているだけに、パクスアの繊細な演技が加えられ、決して肉めないわがまま女優のキャラクターを誕生させるものと期待を高めている。CELLTRION エンターテインメントは、これまでパクスア、理事が見せてくれた健康的でハツラツとしたイメージと、今回の劇中のキャラクターである女優チンセラが 100% 一致し、制作関係者の全員一致でキャスティングされた。パクスアのユニークな魅力が生きているキャラクターでドラマを盛り上げる予定なので、たくさんの関心をお願いしたい、と伝えた。パクスア、理事はアフタースクールの活動当時、ドラマ、せがれたち、2012、ラブリー・アラン、2015、ウェブドラマ、モモサロ、などに出演し、安定した演技で様々なキャラクターをこなし、演技ドル、演技プラスアイドル、として存在感を高め、女優としての可能性を認められた。私は道で芸能人を拾った、は、女優パクスアとして第一歩を踏み出す作品だ。私は道で芸能人を拾った、脚本、ヒナムギュ、ホボヒョン、演出、クオン・ヒヨクちゃん、制作、YG スタジオプレックス、は、その日暮らしの、シングル女性イヨンソが偶然行った事件によってワールドスターであるカン・ジュンヒョクを道端で拾い、繰り広げられるロマンチックコメディーだ。私は道で芸能人を拾った、は、今週妻が浮気します、朝鮮名探偵トリカブトの秘密、などを執筆したイナ。ムギュ脚本家がクリエイターとして参加し、多彩なジャンルを表現できる最高の脚本家陣を構成し、執筆した。また、紳士の品格、シークレットガーデン、などを演出して、最近、シンデレラと4人の騎士を演出してトレンディーな感覚を見せたクオン・ヒヨクちゃん監督がタッグを組み、期待を高めている作品だ。最近撮影に入った、私は道で芸能人を拾った、は、9月にプレミアム動画サービスオクサスを通じて単独公開される。